わりの旅に出ようかな。ぼっちはつまらぬの。みんなで蹴まりたいの。街道一の弓取りと呼ばれた駿河の大名今川義元は蹴鞠を愛していた。ある日思い立ち、共に蹴鞠をしてくれる仲間を探すべく旅に出た。手始めに縁石関係にある甲斐の虎武田信玄のもとを訪ねる。その時信玄は越後の龍上杉謙信と雌雄を決すべく出陣するところだった。義元は信玄と共に意気揚々と川中島へと向かった。親戚ならきっと一緒に蹴まってくれるんだ。第1位は川中島の戦い、頑張るの。遅い宿敵、詰め、本陣をねじ伏せろ。さすが剣士、一つ先方を逆手に取り寄った。別動隊で敵を誘引、本隊が待ち受け殲滅する。これぞ啄木戦法、恐るべき軍略だ。だが
それを見破りし軍神候補さ、まさに軍神よ。今だ、かかれ。私が立てた策、それが破れるとは。かくなる上は命捨てて戦い、詫びといたす。剣心公のお顔が生き生きとしておられる。剣心公は敵が強いほど喜びを感じられるからな。婿殿、婿殿、共に蹴まろう。な、な、な、修道殿、戦場で困りまする。本陣に敵が、至急救援を。カンスケや、策が新しくも落ち込むでないの。戦が果てたら、マロと蹴鞠をしてすっとしような。励ましたいとの思いだけは伝わりました。この先、霧に覆われております。ご注意。さあ、我が動きについてまい。から延々か。さすが神の軍略を持つ男よ。さあ宿敵、どう出る。だが謙信よ、軍略の道は遠く厳しいぞ。押して参る。武田信玄、甲斐の虎の異名を追って軍略か。さすがだ。謙信公の義も信玄の軍略に及ばぬか。押して参る。お見事でございますな。一生打ち取ったの。ほほう、意外とやるぞ。とどめだ、宿敵。武士の兵士諸君、気を見せる時は今ぞ。この気を逃すな。海津城を落とせ。おお、差し詰め神速だ。押して参る。名のある武士とお見受けいたす。ならばわしも神の軍略を。謙信、望むところ。知り尽くした。お見事にてソロ。お見事でございますな。マロのマリサバキを見よな。こたびの援軍、まことに感謝。よしまたと。信玄、我のことお兄様と呼んでよいの。それならたまには名のある武士とお見受けいたす。
直江山城、縁に代わりて釘を打つ。この人どもケマリの極意は蹴りやすい弾を落とす我の心、我の心を使うと愛の心が持ってる。敵将を討ち取ったの。ここにてソロ。それほどの腕前で不義に味方するとは。あとで一緒に蹴まろうの。小学様を滅ぼし尽くすであろう。全軍進撃、武田軍団の力見せつけよ。この闘争、天に捧げよ。敵と決着をつけ
立ち草、枯れ木も花をつけにけり。